お犬の方は戦国時代の女性。尾張国の戦国大名、織田信秀の娘で、通説ではやめ。織田信長の妹、お市の方の姉。最初の夫、佐治信方が大の上主であったため、大の殿または大の姫とも呼ばれた。お剣ははじめ、尾張国地下軍政部を支配する大の上主、佐治信方に嫁ぎ、一世と中川修級の二人を産んだ。 天正2年9月、信方は、長島一向一騎との戦いで戦死したので、実家に戻った。兄の居城である、岐阜城に戻ると、名の茶々の貢献として、その世話をして、面倒を見た。再婚する直前の天正3年11月10日に、兄、信長より、下行実践124巻が支給されている。天正5年、信長家臣、 橋場秀吉の仲介により、官僚、細川春元の着難で慶長や当主の山城、牧島城主の細川明元と再婚した。正元との間には、細川元勝、長女、次女の三人を設けた。天正十年九月八日に死去。法名は、霊光院伝提案先行大前上に。犬が死去した際に、 息子の佐治一世は亡き母親の戸ぶらい寮として10月3日に3巻989分を、さらに翌年に公寮として19巻655分を、それぞれ奉納しており、夫と離別後も息子と交渉を持っていたことが伺える。京都両安寺には、病所として霊孔院が建てられ、宇母の上地院によって、母代が弔われた。同時には、肖像画が残っており、小袖と、 腰巻き姿で、数図を持って、両手で合掌して、片膝を立てて、腰高に座した死体で描かれている、明神寺、第44世がつこうつの3があり、美容を称賛し、若くして亡くなったことを哀悼する文章が記載されている。3の記述から、お犬の没年に、その子供たちによって創作されたことがわかる。東京都渋谷区恵比寿南二丁目18番にある松、泉寺は、 回帰を細川坊の妻、お田氏と伝えている。慶長9年に一月つ村を大沢に創建され、そう、自衛を解散とし、はじめれ公院とこうした。臨在宗明神寺派の末寺。元六八年に赤坂一月つ町に移り、後に龍徳山松泉寺と改めた。このお田氏とは、お犬の方を指していると思われる。ありがとうございます。